こんばんは、ティモさんです。河村物語やっていきます。さあ、パートはこれ10か19か、ちょっとわかんないですけど、まあでもいずれにしてもね、まだまだ全然まだまだ全然こっからですよね。まだまだよまだ何をもう20もやってるみたいな顔をしたか。まだ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 全然よ、本当に。穴を掘ろう。4回掘る。3回でいいんじゃないか、これ。2、3。オッケー、温泉湧いた。知ってる知ってる。空き地で温泉湧いたって結構なことだけどな。野球選手がよ、空き地で穴掘ってたら温泉湧いちゃったって、結構な出来事よ。また何時で叩かれるのか。なんか言われる。温泉とか言われるよ、多分。シャベルとか言われちゃうよ。シャベル。なんだろう。クレーンとかなんか言われそう。土木工事士と、みたいな。そんな言われちゃうよ。野球選手が、空き地を掘ってたら温泉を掘り当てたっていうニュース面白いけどな。まず何やってんだよって話だもんな、空き地で。その空き地って空き地じゃねえからなっていう。空き地って誰かの土地だもんな。10試合連続出塁。あら、すごいね。フォアボールが選べんだからね、やっぱりね。はい。はい。空き地って空き地じゃねえんだよな。その、なんか、何も立ってないってだけで、土地自体は人のもんだからさ。そこを大人がさ、空き地だっつって穴掘ってやれはちょっとひどすぎるんだよな、思想として。そんなわけないんだよな。そんなやついちゃダメなんだよな。三沢がキャッチャーやってんのかな、これ。来た。さよならはあなたから。これ応援歌って変えるんだっけ。さあ、マール絶不調ですね。三沢2番、いいね。三沢にこれキャッチャー B 覚えさせたいな。うん、なんか全員ピリッとしないな。ピリッとしない野手陣だな。ヒルト、これなんだっけ。あれ、対戦してないか。スライダーシンキングツーシームのやつじゃないな。投げた。スライダー、ストレート、まあ、ここはもうストレート狙い、思い切って投げた。打った。まあ、スライダーもね、打ちに行くというね、高等技術でもストレート投げた。スライダー、はい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 、スライダーの化け物だな。やだな、スライダー後。わあ、シンキングツーシームか。いやー、打ち上げさせられた、ちょっと。まあでも狙いは悪くなかったと自分の中で思います。悪くないバッティングですね、今のは。はい、このコースを逆に流させられた方がきついね。あれはもう完全に負けです。ああなるともう負けです。ただここにまだバットが残ってると、まだ可能性があるっていうイチローのやつ。もう一箇所温泉が湧きそうなのが欲しかったね。まだ掘ってくれんの？温泉入ろう。よろしく。温泉で溜まった。守備上がるんだ。なんで？なんでなんで？なんかわかんないけど守備上がった。まあ、いっか。なんか上がってくれたんなら。なんかわかんないけど上がってくれたんならよかった。上がんないよりよかった。はぁ、寒いね。しかし、最近は夜、寒いね。はい、行くよー。はーい、あっとっとい、あっとっとい、あっとっとい。やっぱなかなか試合プレイすることないね、この設定はね。はーい、ノフトでーす、ごめんなさい。テリン。あー、9。パープル面白いな。首位ソフトバンク。いやー、やっぱ、そうか、ダウン、バーンズっていう、その、長距離砲2人がいるんだよな。健在なんだよな、多分今年もな。本当にたまらんぜよ。はい、あー、いきますよ。あー、ボッコボコだ。さよならもクソもね。はいはい、さよならもクソもねえ、本当にもう東海。うん、そういう年もあるわな。しかし、フォアボール出るな。出塁しまくってんな。出塁率だけはすごいんじゃないこれ。もしかすると。出塁率の化け物になってきたか。1番、河村はどうですか。さすがにないですか。
いやでも今んとこ取ったのがベストライン2回とかなんだよな、その運の川村という完全に運で取れてるベストラインな、その他にスター選手がいたらもう一撃で吹き飛ばされるぐらいの、絶対その2割8分ぐらいで、2割8分でベストラインを奪っていく川村ね。これが合わせれなかったんだ、なんだろう、むずくなってんな、パワープロ練習しないとな。うん、もう一撃のスター選手いないかな、これもその胸とかがさ3割とか残してくれるやつはもうベストライン取れねえんだよな。ほんとそこなんだよな。そしてずっとサードだな。不調にあった。あら、川村をなんかサード以外で使おうという気概はないのかい、誰も。まあでもそっか、守備考えたら別に他のとこ埋まってるもんね。サードが余ってるって感じだもんね、むしろね。サードが余っちゃってるからサードやってる感じするもんな。でセカンドの殿崎が抜けちゃったから山野辺がやってるけど大丈夫かね。松丸コーターにさせるか、コンバートさせて。おー、いいぞいいぞ。あ、いいね、ここは勝ったね。若林セカンドやらせてくんねえかな。ちょっと面白いけどな、コンバート。高橋コーナー無傷の3連勝。1打点、OK。いや、セカンドはな、実はいないんじゃないか、これ。お出かけ。どうしようかな。温泉、行ったるか、ちょっともう。そんな言うんだったら、ほったるかい。4回掘ろう。夜中に忍び込んで。夜中に忍び込んで温泉掘ったろ。おいおい。絶対やめろよ、本当に。もうプロ野球選手なんだからさ。穴掘って。隠し芸を披露、大いに受けた。よかった。はいはい。さあ、またオリックスと3連戦。さよなら打ちたいね。さよなら打ちたいけど、温泉にも来たいね。温泉掘ろうよ。とにかく温泉を掘ろう。ザク、ザク。はい。7連敗中オリックス。勝ちましょう。河村先輩、めっちゃ掘るらしいよ、みたいな。噂だけ流して。怖っ、掘るんだ、怖っ。夜中にめっちゃ掘ってるらしいよ、みたいな。怖っ。先輩のそういう話一番怖いもんな、やっぱりな。さあ、今日は完封負け。あの人めっちゃ掘る人らしいよ、っていう噂だけ流してさ。すっごいチームメイトから嫌われたりするのかな。嫌われるのかな、嫌われるか。どうなんだろう。分からん、ベストナイン取ってからな、やっぱりな。吹けば飛ぶベストナインな、本当に。そこ吹けば飛ぶのよ、このベストナインって。さあ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 、いやー最近は寒いね、しかしね、夜中ぐんと冷えるよね、本当に。もうちょっとあったかくてもいいのよとか思ってんだけど、寒い寒い。さあ負けますね。まあ負けますね。はい、敗北。うん、奥井が2号いいね。まだホームランなしか、よく考えたら。まあ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 、しょうがない。さあ、オリックス戦まで行きまして、はい、しばらくあれだな、ビジターが続くのね。ってなると私のお役もごめんですね、ないですね、しばらくのやつ。さよなら打ちたいっていう一心で始めたマイライフだけど、さよならって打たないんだな、あんまりな。年間70しかチャンスないからな。しかもそれもその、毎回さよならでもないしね。さよならのチャンスって本当にそんなないんじゃない、実は。ニホーマー。さよならのチャンスって、どんくらいあんだろうな。まあ、今年は、ねえ、まあ、ちょっともう延長戦がなかったから。延長戦なしだったからね。大勢不調、騎士のせいで。何食わせた、騎士。騎士よ。おい、騎士、川村に何食わせた。てめえ。何食わせやがった、あいつ。毒で思ったんじゃないか。あ、でもなんか、絶不調なのに調子がいい。あ、5打数ノーヒット。さよなら負け。不調。はい、4打数1安打。4打数1安打。3打数1安打。
吹けば飛びそう。いやー、そろそろな、やっぱりそのベストナインを取れないくするぐらいの選手が来てほしいんだよな。安田とかやってほしいよね。ダメよ、2割7分5厘でさ。まあ、80打点試合いるけど、2割7分5厘。あとなんだ、2割7分5厘。80打点ぐらい、うん、まあ取るか。守備は安定してんのかな。あら、2安打完封。守備も安定してんのか。まあゴールデングラブもなんかそのいないから取ってる感じするもんな。そのいないんだよな、多分な。他にいないから取ってるんだよ、ずっと多分ゴールデングラブも。そうだから安田とかのさ守備が格段に上がればもう全然、村上とかいたらもう絶対取れないしね。村上岡本がいるセリーグだったらこれ取れてないもんな、どう考えても。めちゃくちゃ運がいいんだよ、だから川村恵まれてる、本当に恵まれてるな。さあ来たか、赤堀交番右の東、これが来ましたね。スライダーですか。あ、意外と減ってるな。先頭バッターは川村、今のスタンドに持ってきたい。第2球投げました。インコース、ツーシーム、ツーシーム狙うか。投げました。スライダー。でも引っ張るならツーシームだな。次は4球目投げました。はいはい、スライダーじゃない、ストレート。来い。5球目。はい、これはもうこれを引っ掛けちゃダメよ。さあ6球目投げました。危ない。まあまあまあ、セカンド守ってたな。よしよし、三沢よくやった。よくやった、三沢。最高。はーい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さよならヒットでーす。ノーマルバット、ノーマル、なんか、あれだな、貧乏だな。なんか、野球道具とかないんだな。ちょっと、なんか野球道具ねえかな。買うか、ちょっと。野球道具ねえ、どこにもねえな。ちょ、野球道具買おうぜ。ちょ、かわいすすぎるぜ。野球道具ないの。ちょ、松丸コーター。松丸クォーターどこいる？いた。練習しようぜ、松丸クォーター。はーい、OK でーす。松丸クォーターを上げたいんだ、こっちはさ。さあ、これが終わると、ビジター6連戦。いいな、やっぱりな。ホームでしか戦ってないけど。てか、そろそろその、なんか、まあでもそっか、もうチームの顔だもんな。さよならでも打たないと、なんかその、ねえ、そろそろ文句でも言われるんじゃないかしらと思ったけど、チームの顔だもんな。あら、ノーヒットノーラン。ちょっと待って、ノーヒットノーランやられてないこれ。ちょっと待って待って、鳥谷監督やってるこれ。監督鳥谷かこれ。はい、誰誰、岩下。やられましたね、屈辱ですね。屈辱が高橋光成もな、ノーヒットノーランでやられるとはな。ノーヒットノーラン、いやー、やられたね、やられ申したな。殿やられ申したな。温泉を掘る、3回掘る、温泉を3回も掘る。はい、いやー、やられたね。ノーヒットノーランやられることなんだね。あんまり見たことないけどね。さあ、ビジター戦が、6連戦。はい、抜いた。おっと、腰を痛めました。腰を痛めましたよ、ついに。スキップ、怪我をしてるんでベンチだ、ベンチなのにノーヒット2四球。怪我をしてる、活躍してるな。怪我をしてる人の活躍してる、すごい怪我をしてる人の活躍してたな。あー、どうしようかな。牧場行こう、まず一旦。ちょっと怪我してるけど牧場行こうぜ。援助しよう。グローブ欲しいしな。スキップ。怪我をしてるのでベンチ。3打数1安打。怪我してるのに。怪我をしてるとは思えない。移動。スキップ。怪我をしてるのでベンチ。ノーヒット。まあ、しょうがない、しょうがない。怪我してんだから。怪我をしてるのはベンチ。1打数1安打。いいね。代打でもいけるんだっていうところを見せれていいよね。さあ、病院行こうかね。病院行くか。ショップ、スポーツショップ行くか。
病院行っとくか、とりあえずな。怪我してるもんな、どう考えてもな。保険効かないやつで。もう保険なんか効かなくていいんです。保険なんか効かない方がいいんです。もう。効かないぐらいがちょうどいいんです、保険って。2打数1安打、代打安打。いいね。さよなら負け。代打で使うのもいいね、彼は。彼は代打でもいいんだね。何でもいいんだね、彼はね。あー、スポーツショップ行きたかったなー。はい。保険なんか効かない方がいいんです、こっちはね。しかしまだ怪我治らんね。28日の怪我だからね。うん。いきます。任せてください。任せてください、親方。任せてください、大統領。わしゃ総理だ。総理、総理、アイム総理。あははは。これは温泉ワクワク大決戦のワンシーンです。奴らに頼むか。温泉ワクワク大決戦俺大好きだからさ、もう何回も見てんだけど、もう何回というか、未だに見てんだけど、自衛隊がね、ダメだったのよ。敵の、もロボットに対して自衛隊が効かなくて、バッパッパッパラバーバラバッパラバッパラバッパ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 ッていう BGM とともに自衛隊がゴルフ場で敵のロボットをこう迎え入れるんですけど、まあでもそれでもやっぱりね、もう傷一つつかないみたいな、そういうねこともありまして、うん、でそれで日本どうなるのって時に仕方ないやつに頼むかっつって温泉 G メンにね頼むわけですよ。でそこでダンタダッタッタン待ってました大統領っつって、草津温泉 G メンの、総裁草津が待ってました大統領っつって、ポカーンわしゃ総理だ、総理総理アイム総理わっはっはっはっていうね、あそこがもう大好きで、もう人の話を聞かないおじさんって面白いじゃん、やっぱり。あっあっあっつって。あそこいいんだよな。さあ、さよならは、俺が言う。ああ、来てる、来てる。やっぱさよならのチャンス増えてる気がするんだよね。ここを打ちたかったか、これ。これかストレートか、ストレートにするか。うーん、これをね、手出したらね、かっこよかったんだけど。あっき打ち消してあっき打ち消してーなー、これでワンアウト、ランナーはありません。あっき打ちを消したい。来た来た、ここだ。多分ね、初球からストレートくると思う。ストレートな。おお、ああ若林か、これ盗塁をかます。ああ、やっちゃった。いや違う、ミートのデカさとあっき打ちが邪魔をした。あれ、あっき打ちじゃなくてもね、ストライクなんですよ。ああ、そりゃもう、空振りできたのに、今の。くぅ。悔しい。悔しくさせてくれんじゃん。やっぱいいな、悔しくさせてくれんだよな。やっぱりこのゲームは。アメリカの土産話を聞かせてくれ。サテンに行こう。喫茶店って言えばいいのにな。アメリカのトーナメント決勝戦は時間制限がないんだよ。夜中の3時までしちゃうしな。観客もずっと付き合ってくれて本当に盛り上がったよ。そうかい、トムさん。俺も話をしてやろうか。俺も3時までかかった話をしてやろうか。一回に下水道の仕事をね、してるときにね、道路使用許可が取れてるんだか取れてないんだかみたいな、そういった話でね、9時開始だったのにね、12時まで待たされてね、その後ね、結局深夜3時までね、作業したよ。そういうお話でした。どうだい、トボさん。笑っちゃうかい、笑っちゃわねえかい、そうかい。はい。はいはいはい、OK でーす。守備かな。温泉行くか、温泉行って掘るか。温泉掘ろう。温泉をとにかく掘ろう。ザック。うえー、もうがっつり行かれる。いやー、ちょっとでもあれだったな、さよならのチャンスは来るな。やっぱ打順上がると来るね。1番とかにしてみようかな、思い切って打順。それでも生かしてきたな。別にいいよね、それでもね。メットライフドームです。メットライフドームです。はーいはーいはーいは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 い
はいはい、さよなら来るかい。おっと、くー、なかなかね、出番がなくて苦しむ日々ですけども、でもそれでも2安打してるっていうね。よし、行くか。同い年か、チョキ。おー、負けた。なんかずっと負けてる気がすんな、これ。10万飯食ってんだ。いい飯食ってんだな。うん、いや、さよなら打ちたいね、そろそろね。やっぱ同点なんだよな、やっぱりな。あっても同点のチャンスは結構あるけど、さよならのチャンスって言われると実はマジでないね。ランナー得点圏にいて一打さよならのチャンスでみたいな時はないですね、基本的にね。同点のチャンスは結構あるけど、12安打して1点しか入ってないっていうのはね、問題ですよこれ。はい、12安打1点、武田すげえな。残塁残塁の嵐。お、先陣青バット、いいよ、行ってこい行ってこ、なんだかわかんねえけどさ、ファン繋いでくれよ、勝ちに。オッケーオッケーボス。はい、試合プレイ。でもやっぱりさよならのチャンスは来るね、6番に上がってから。打順って大事だね、やっぱりね。メットライフドームです。たまーにペプシ飲みたくなるのよ、たまーに。家の近くにねペプシあるんですけどね、130円なんですよ。100円でやってくんねえかな、ペプシ。ペプシ100円のとこあるよね、あれいいよね。ペプシ 500ml100 円でいいのにな、130円なんだよな、うちな。マジでどうにかしてくんねえかなどうにかならんもんですかね、あれ。どうにか安くならんもんかね、130円のペプシって。120円になんないのかな、あれ。100円でもいい、100円にしてくんねえかな。100円のペプシのとか、あれどういうつもりなのって思わないめっちゃ思うんだよな、100円のペプシの自動販売機って。これどういうつもりって思わないいけるって思わない。いけんならいいけどさ、いけないんだったら言ってねみたいな。いけないんだったら言ってくれよ、早く俺に言ってくれよ、いけないんだったらどうにかしてやっからよって言いたいよね。あーっと、どうしようかな。パワーバット買ってみようか、3本ぐらい。うん、3日こんなもんで。パワーバットを3本買ってみよう。でですね、ここの登録設定から、あれ顔設定、あ、美容室なくなったんだ。なるほどね。じゃあ、髪生やすか、ちょっと。どうする、遊ぶベストライン2回取ったし。ちょっと遊んでもいいんじゃない、ちょっと困難にしてさ、ちょっと。茶髪とかにしちゃう、ちょっとキモい時期入っちゃう、キモい時期、ちょっとキモい時期入る、ちょっとキモい時期入ります、ちょっと。うわ、いいね、キモい時期だね、ちょっとキモい時期だね、これはいいですね。ちょっとキモい時期に入ってきましたね。いいね、キモい時期入ってきたねいいよいいよ、キモい時期入ってきたよ。はい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 、いいですね、いいです。キモい時期入ってきました。はい。いいですね。ちょっとキモい時期ですね。27歳。ちょっとキモい時期入ってきましたね。いいじゃん、いいじゃん。キモい時期だけどいいじゃん、これ。これでいこう、これでいこう。なんかもうこうあるべきだみたいな感じするよね。色も変えちゃうよ、そろそろ。皮にしようか。で、バットは何する？黒にしてみる？茶色にしてみる？なんか赤でもいいな。赤バットかっこいいもんね、やっぱりな。黒茶って俺使ったことないのかな。黒茶にしてみよう。なんか気分。イチローが打撃フォームを変えた時のように、黒茶のバットがいいんじゃないかと。ほら、4安打や。ほらほら、あの時のジョージ・シスラーが乗りかかったような、うけい時のような感覚に似ています。はいはい。はいはい、ゴラス2安打。完全にジョージ・シスラーが、我々についています。オッケー。いいね。キモい時期ではあるけど、ちょっと河村の見た目はね、ちょっとチャラついてきました。やっぱ去年までの、その素朴な、朴突とした雰囲気のある、そんな河村じゃない。もう今年のなんか、そのオリックス独特のチャラさ？オリックスじゃない。西武独特のチャラさみたいな。のをね、身につけてきた河村。
さあバッティングもね、若干それがどういった影響を及ぼすのか。さあ河村、おお、もう全然違う人だ全然違う人じゃん。来た来た、ここはもう楽天キラーだ。いやーこれでも無理か、なあ死んで取られてんだけどね、パワーが足んないね。やっぱ同点の場面なんだよな基本的にな、やっぱり逆転の場面ってないよね。うん、でもなんかなんか野球選手としてなんかちょっと色気が出てきた気がする。気のせいかな。全然別人だったな去年までの河村とは思えないぐらい別人だったな、ちょっと。はいはいはい、さあ行きましょう行きましょう、メットライフドーム。さあ行くよ。いやでもなんかいいよなんかいいよ、ちょっとこういったチャラい時期もあっていいよね。こういったチャラい時期もなきゃ、やっぱりワコードなんだからチャラい時期がないとダメだぜ、ワコードなんだからよ。いい、でもヒゲ似合ってねえなマジで、きめえなあんま言いたくないけど、あんまり人にさきめえとか言いたくないけどさ、きめえな、あきめえな、ヒゲがきめえわこれ。まだ髪までは許せる、ヒゲがきめえ、ヒゲはもう剃ってこいって言おう、もうちょっと脱せえから、脱せえからそれ、もう脱せえ、剃ってこいヒゲ、気持ち悪い、似合ってね、何も似合ってねヒゲが。一番しんどいけどなあれ、なんかどうしても何かを加えたくなったら俺にもう一回言え、草を加えさす、うん最高。ヒゲだったらやっぱりな、ヒゲがキモすぎた、ヒゲだったな、ゲヒのキーモーだったな、ゲヒがキーモーだったな、マジで。はい、よし来た、来ました、来た、シンキング寿司、ここは打たんと、楽天キラーさよなら、さよならチャンス、うわーやってくれんじゃん、粘り打ち、あーあー、なぜこれで打てないいやーこれで打てないな、終わってる、これで打て、あーすごいことが起きた今ので打てないのは終わってる、今ので打てないのは本当に終わってると思う。もう、この動画の終了。もう、このところ終了よ。あ、でも同点ダン打ってんだな。いや、今の終わってんな。ちょっと。一瞬俺の中でよぎった話をする。もうこれは本当に言い訳に近いけども。てか言い訳だけど。一瞬、チェンジアップあるんじゃないかとちょっと思っちゃったよ。まあ、彼がチェンジアップ持ってるかどうか知らないですけど。そうそう、ちょっとね。アメリカの飯か。オリシムは全部うまかったな。なんだこいつ。いやー、ちょっと本当に今の手段が終わってんね。マジで。あれは打たねばね。何がジョージ・シスラーだって思うよね。よし、じゃあ今回はこれで終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。